教会の名の由来となったマックス・プランク・マックス・プランク学術振興協会はドイツの非政府、非エ利学術団体。一般にマックス・プランク協会と呼ばれる。略称は MPG。世界最高峰の学術研究機関であり、前身のカイザー・ビルヘルム協会時代も含め35人のノーベル賞受賞者を輩出している。アインシュタインが所長を務めたマックス・プランク。 物理学研究所などの84の独立したマックス・プランク研究所を参加に収める。マックス・プランク協会の研究対象は、下記の3分野に大別される。年間予算は18億ユーロ。連邦政府及び州政府の公的資金で賄われている。マックス・プランク協会は、戦前のカイザービルヘルム協会の後継機関であり、 巧妙な物理学者であるマックス・プランクにちなんで名付けられた。マックス・プランク協会は旧東ドイツのドレスデンに自然科学、生科学関係の基礎研究のための研究所を3つ置いている。資金や人的資源において大学の枠組みを超えた最新かつ将来性のある分野の基礎研究に取り組み大学での研究を補完する役割を担っている。ドレスデンにある研究所はいずれも 最新鋭の施設を備えている。ありがとうございます。